こんにちは、マルオです。沖縄生まれ沖縄育ちのアラフィフ、日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日は金町夜間にある慰霊碑を参拝したいと思います。沖縄本島の真ん中、金町です。高速道路の夜間インターチェンジがあるので知名度は高いかもしれません。網の目の道路を見ると戦後復興の努力を感じます。近くに夜間ビーチがあるので駐車させてもらいます。現在金町伊芸国道329号線に出て南下するところです。1945年の第二次世界大戦の後、夜間には捕虜収容所が作られました。捕虜たちは空き缶や有り合わせの木材を使い三線を作りました。弦にはパラシュートの紐を使ったそうです。カンカラ三線のルーツになったと思います。その時に歌われたとされるのが先ほどから流れている夜間節です。23万人という多くの犠牲を出した沖縄戦、日本軍の死者は約9万人、沖縄県民の死者は10から15万人と言われています。当時の沖縄県の人口からすると4人に1人が亡くなったことになります。なぜこれほどの犠牲を出してしまったのか。日本が本土決戦の準備をするための捨て石になったと言われています。1945年4月1日、米軍が沖縄本島に上陸してから約3ヶ月、空襲や海上からの艦砲射撃、上陸した米軍にも追いやられ、南へ南へと逃げる日本軍と住民、周りで死にゆく家族や仲間を見ながらも攻撃から逃げるのは地獄のようです。戦後78年にもなり、戦争体験を語り継ぐ方々も少なくなりました。戦争の悲惨さや虚しさを歌で語り継ぐのも良いと思います。この夜間節を聞いていると言葉の意味はよく分かりませんが、戦後に生き残り捕虜として生きながら今の状況を憂う姿が想像できます。これから行く慰霊碑の裏には夜間節の歌詞が刻まれています。ネットでも調べられますので、ぜひ調べてみてください。夜間ビーチの看板が見えてきました。駐車させてもらいます。ここはビーチというより漁港みたいな感じですね。漁港の南側には約600メートルもの夜間ビーチの海岸が広がっています。夜間にはなかなか訪れる機会がありませんね。何度か高速道路の夜間料金所を通過したことがあるくらいです。安全を確保しながら横断しました。日本軍夜間捕虜収容所跡の石踏みです。7000人の日本兵が収容されていたようです。
1946年2月に収容所は閉鎖され米軍の保養所となり、1979年8月に全面返還されました。当時のウチナーンチュが残してくれたヤカ節が心に染み渡ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。